牽引車のトム。やあ、トム。なんて綺麗なクリスマスツリーなんだ。すごい綺麗だね。トム以外にもクリスマスツリーの飾り付けをしてる人がいるみたいだね。やあ、チャック。何やってるんだい？クリスマスに向けてカーシティを飾り付けてるのか、だと思ったよ。頑張ったみたいだね。そしたら他のストリートにも行ってみようか。シャック、一体何が起きてるんだい？故障かな。なんてバッドタイミングなんだ。明日までに飾り付けをしなきゃいけないのに。トム、トム、チェリーピッカーのチャックが故障しちゃったから助けが必要なんだ。急いで、トム。明日までに飾り付けを終わらせなきゃいけないんだ。チャック、トムが助けに来たぞ。よし。そしたら、ガレージに行こう。じゃあ、最初はどうするんだい？ありがとう。このエンジン、なんか変だな。バッテリーだ。一つの車にしてはバッテリーが多すぎないかい、トム。見て、これガソリンタンクじゃないぞ。もちろんだよ、トム。チャックは電気自動車なんだから。求めてるのは電気なんだよ。残念だけど、コンセントが一つしかないからな。まあ、最初に妖精のライトのコンセントを抜こう。そしたらこれをコンセントに入れて、チャックにエネルギーを与えよう。いいぞ、できてるできてる。そうだ、チャック、あんまり時間がないんだ。早く町に戻って飾り付けを全部やらないと。トム、チャックのお手伝いをできるかい？素晴らしい。メリークリスマス、みんな。ほーほーほー。